どうした？もう疲れたのか？あのからくり時計のお人形さんたち、どうして動かないの？え？だってちょうどの時間になったら出てくるんでしょ？本当だ。朝は動いていたのに。壊れちゃったのかもしれないね。きっとお人形さんたちも疲れて休んでるのよ。つまんない。はい、ちゃんと掴んでおかないとダメだよ。ありがとうお兄ちゃん。あの、すみません。はい、何でしょう。このからくり時計、いつから壊れているんですか？申し訳ありません。朝の9時に一度動いたきり、動かなくなってしまいまして。立花さん？違うわ、忍よ。彼女まだ見つからないの？さっき電話がかかってきて、観覧車の方へ行くって連絡があったけど、それっきりで。観覧車？観覧車がどうかした？ごめんなさい、さっき肝心なことを言い忘れていたのよ。彼らが爆弾を仕掛けた場所は観覧車よ。警察に連絡して爆弾処理班を呼んでもらったわ。でもここって離島でしょ。到着するにはまだまだ時間がかかりそうよ。観覧車にはこれ以上人を乗せないように頼んだけれど、その爆弾、次元爆弾ではないみたいなの。起爆装置には携帯電話が使われていて、その携帯の番号を鳴らすと爆発する仕組みらしいわ。番号を知っているのはメンバーだけ。ヤマトさんとザップはもう警察に見張られているから何もできないけれど。ごめん、また後で連絡するから。大変申し訳ありません。観覧車の動作点検を行いますので、本日は終了させていただいております。すみません、僕の友達が乗ってるかもしれないんです。あなたは美和子様の？
美和子さん、橘さんを見ませんでしたか？観覧車に行くと言ったきり連絡がなくて。美和子様が？忍に聞きました。ここに爆弾が仕掛けられていることを。やっほー、今下にいるでしょ。やっぱり高いところからだと下の様子がよく見えるわね。橘さん、橘さん、今どの辺にいるの？ちょうどてっぺんのあたりよ。それよりさ、さっきからなんか下の様子がおかしいんだけど、どうかしたの？落ち着いて聞いてくれるかな。え、うん。ジャングルで死んでいた秋田亮介のリュックに入っていた遺書の内容覚えてる？遺書の内容？大勢の人を傷つけたので死んでお詫びしますだっけ？よく思い出してほしいんだ。彼らが最初に起こした公園の爆破事件では怪我人なんて一人もいないんだよ。どういうこと？めぐるさん、大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっと肩を打っただけですから。ここは危険です。離れましょう。だけど橘さんが。あ、橘さん、僕は大丈夫。なんか観覧車止まっちゃったみたいなんだけど。あのさ、橘さん、落ち着いて聞いてほしいんだけど、今制御室が爆破されたんだ。犯人の本当の目的は観覧車を爆破することだったんだよ。嘘。橘さん、何？もしかしたら今のは本気でここを爆破するという脅しで、本番用の爆弾は他にあるのかもしれない。また爆発が起きるってこと？そう、それももっと威力があるものかもしれない。それこそこの観覧車が倒れるくらいの。この観覧車が？だけど、僕が。なんとかしてくれるのよね？え？死
信じていいんでしょ、めぐるくんを。立花さん、立花さん、爆弾は必ず僕が見つけ出す。絶対にここを爆破なんてさせないよ。めぐるくんは？だから立花さんは無理に動かずにそこでじっとしておいてよ。分かった、昼寝でもして待ってるわ。めぐるさん、何をしているんですか。ここは危険ですから、あとは警察に任せてください。でも、立花さんに約束したんです。絶対に爆弾を見つけるって。僕だけのんびりなんてしてられません。そうは言われましても、あ、待ってください。めぐるさん、危険ですから降りてください。めぐるさん、一体どこに爆弾が？まさか、あれが爆弾なんじゃ。ということは、立花さんから見える場所に犯人はいるかもしれない。あ、めぐるくん、何か進展があったの？立花さん、そこから何が見える？え、どうしたの？いいから早く。ちょっと待ってよ。大勢の人が出口の方に向かって誘導されていくのが見えるわ。遊園地の北側にはもう人が全然見当たら、あ、一人いた。え、どこに？プールエリアの前よ。あと、もう一人発見したわ。もう一人はお城の前にある湖のそばに立ってるわ。遊園地の北側にいる一般客はその二人だけみたい。他に人影は見えないんだね。一般客っぽい人はその二人だけよ。警官とか係員っぽい人なら他にも何人か見える。
わかった。ありがとう。メグルくん。え、何？無茶はしないでね。私は平気だから。うん、わかったよ。渡る。めぐる。渡る。今カバンの中にしまったのは何？別に特に変わったものじゃないよ。ちょっと見せてくれないか。やっぱり俺が犯人だと思ってるのか。違うよ。君が僕を試すようなことばかりしてるんじゃないか。渡るを信じたいんだ。頼むからそのカバンの中にしまったものを僕に見せてくれないか。ミネラルウォーター。そう。いいから落ち着けよ、めぐる。確かにめぐるの言う通りだ。いたずらが過ぎたな。謝るよ。最初はからかい半分だった。でも奴ら、いや奴は、シャレにならないことを始めたんだ。だから俺もそのことに気づいてからは、めぐると同じように探偵まがいのことを始めてたんだよ。ほら、めぐる、ぐずぐずしてられないぞ。渡る、君は分かってるんだね。誰が観覧車を爆破しようとしているのかを。チャット仲間は5人。俺が調べたところでは、死んだシルバー、そして事務所にいるヤマトとザップは、あのチャットに参加してたハンドルネームの存在と一致している。残る2人はカイト、ミヤビ。そう。そしてミヤビを名乗っていたのはこの俺だから。俺は入り口付近から奴を探す。めぐるは他を当たってくれ。こうしちゃいられない。そんなところで何をしているの？めぐるくん、あなたこそ何をしに来たの？君を止めに来たんだよ、みやび。何を言ってるの？みやびはジャングルパークで死んでいたんじゃないの？違う。あそこで死んでいたのはカイだ。もうすべてわかってるんだよ。じゃあ、あなたは私が2人を殺したっていうの？証拠はあるんですか？Thank you.
どうしてずっと黙ってるの？あの時は気づかなかったけど、君はシルバーの死体が発見された後、石で殴られたって言ったよね。ええ、言ったわ。現場には斧やハンマーなどいかにも凶器めいたものがあった。なのに君は迷わず石が凶器だと断定した。何なんです？ただ死体の一番近くにあったからそう思っただけです。じゃあ聞くけれど、君は何時にここへ入場したの？11時ちょっと前です。待ち合わせ時間は11時だったから。これ見てくれるかな？これがどうかしたの？私があなたにあげた写真じゃない？そうだよ。でもね、ここに意外なものが写っていたんだ。何ですか？観覧車が写ってるだけじゃ。この写真の隅にからくり時計も写ってるんだよ。だから何なんですか？このからくり時計壊れたんだ、9時過ぎにね。確か君は今ここへ11時に入場したと言った。でもこのからくり時計が動いていたのは9時から10分くらいの間だけ。なのにどうしてこの画像が撮れたのかな？君は待ち合わせ時間前に入場して本当の甲斐、秋田亮介と会った。そして彼を殺してからは君が甲斐になりすました。そのことに気がついたシルバーも、君は幽霊屋敷で殺してしまった。今回のオフ会に雅と名乗って参加していた人物はハッカーで、実は本当のメンバーじゃなかった。甲斐になりすまし、そして今なお観覧車を爆破しようとしている今回の事件の企画者、それが君だよ、雅。そう、お察しの通り、私がみやびよ。だって、しょうがなかったのよ。帰ってば1ヶ月前はあんなに乗り気だったのに、ギリギリになって渋るんだから。昨日、私とカイが2人だけでチャットルームにいたの。他の3人は今日の準備があるからって早めにいなくなっちゃってさ、2人きりになったら突然カイが仕掛けるならもっと人の少ない場所にしようって言い出したの。私はどうしても観覧車に仕掛けたかったのに、カイったら全然折れてくれなかったから、じゃあ私たちだけで事前に合流して話し合おうってことになったの。どうして観覧車を？人の少ないジャングルパークで彼を説得しようとしたんだけど、観覧車に仕掛けるなら爆弾は渡さないって言い出しちゃったの。私は彼のリュックを奪い取って、彼が爆弾を隠したロッカーの鍵をその中から取り出したわ。カイはそれを取り返そうと手を伸ばしたの。私はそれを振り払っただけなのにさ。彼はバランスを崩して真っ逆さまに下へと落ちていったわ。展望台の下へね。
その後はあなたが思っている通りよ。ストラップを交換し、急いで書いた遺書をリュックの中に入れて彼の遺体の近くに落としたわ。殺すつもりはなかったのよ。だって爆弾を作れるのは彼だけだから。仕方がないから私がカイのふりをして合流することにしたの。だけどまさか自分を名乗る人が現れるなんて思わなかったわ。彼のおかげで計画は台無しよ。シルバーを殺したのは君がカイではないことがバレたから。私あなたに送る前に彼に見せてしまったのよ、あのからくり時計の写真をね。自由時間の時話したいことがあると彼に言われて二人でゴーストラビリンスに入ったの。彼、私に全く爆弾作りの知識がないのを知って、私が本当のカイでないことに気づいたみたい。カイの口調や雰囲気を真似することはできても、そればかりは私もお手上げよ。私は彼に全部説明したの。私が雅で本物のカイは死んじゃったことをね。カイが死んだと聞いて彼すっかり怯えちゃってさ、警察に自首するって言い始めたの。そんなことされたら、せっかくカイに全ての罪をかぶってもらおうと思った私の計画が台無しになっちゃうわ。私、とっさに幽霊屋敷の中にも爆弾を仕掛けたって嘘をついたの。そして彼を井戸のある部屋のところまで案内したわ。あの部屋の中のどこかに爆弾を仕掛けたって言ったら、彼は隙だらけの格好で爆弾を探し始めたの。私はその場にあった石で彼を殴ったわ。なんてこと。顔色が悪いわよ、めぐるくん。さてと、これで私の長話はおしまい。あとはあれが爆発するのを見届ければ私の計画は終了よ。そんなことして何になる。もう君の犯行は全てバレてしまったし、ここに証拠の写真だってある。これ以上罪を重ねてどうするのさ。犯行がバレた？今言ったことは全部嘘よ。嘘？そう、嘘になるのよ。あなたの携帯の中に入っている写真さえなければね。あなたの大事な人を守りたければその携帯を湖の中に捨てなさい。そうすれば観覧車を爆破するのをやめてあげるわ。雅は。いつまでも待ってなんてあげないわよ。銃数える間に彼女を取るか証拠を取るか決めてちょうだい。10 9 8 7。6 5 4 3
3、2、1。大事なの？だけどごめんなさいね。私にとっても大事なことなのよ。あれを爆破することは。ちょっと待ってよ。僕の携帯を捨てれば観覧車は爆破しないって。バカな人ね。殺人者の言うことなんて信じるからいけないのよ。やめろ。ナイスコントロール。あなたは一体何度私の邪魔をすれば気が済むの？諦めなよ。冗談じゃないわよ。何のために二人も殺したと思ってるの？全部あいつが作ったものを壊すためよ。邪魔しないで。あいつが作ったもの？あなたには関係のないことよ。携帯を返して。ところで渡る、いつからそんなところに隠れてたんだ？お前が今なお観覧車を爆破しようとしている事件の企画者とか言ってたところからかな。なんだよ、だったらもっと早く出てきてくれてもいいじゃないか。まあそのなんていうか、なんか面白そうだったから。あのね、しのぶ、桃井くん、怪我は？どこも痛いところはないかしら？大丈夫だよ、しのぶ。さっき、やっと爆弾処理班が到着したの。まだ爆発していないもう一つの方も、今解体しているはずだわ。手柄ね、桃井くん。僕だけの手柄じゃないよ。渡る。あれ？花さん、めぐるくん、
無事でよかった、立花さん。痛いよ、どうしたの立花さん。橘さん、こんなところじゃ人も多いし。めぐるくん、誰どこ？は？あら、桃井くん、これから部活？部活っていうか、自分の部屋に帰るだけですけど。ああ、でもちょうどよかった。これを渡そうと思ってて。遊園地のお土産です。ありがとう。見たわよ、あの新聞。大変だったみたいね。あなたたちが無事でよかったわ。心配をかけてすみません。あ、そうそう。どうしたんですか？あのね、立花さんが言ってたわよ。めぐるくん、かっこよかったって。え？冗談ですよね。さあね。それでね、桃井くん、ちょっとお願いがあるんだけど。え、何ですか？今からアルバイトしない？あ、アルバイト？悪いわね。しばらくサボってたらまた洗い物が溜まっちゃって。あ、いえ、いいですけど。先生、アルバイトってことは何か報酬があるんですか？あるわよ。これ。え？また遊園地？昨日新聞屋さんにもらったのよ。2枚しかないんだけど、桃井くんにあげるわ。あ、ありがとうございます。そうね、立花さんか桜田さんのどちらかを誘えばいいじゃない。どちらか一人をどうしても選べない場合は先生が一緒に行ってあげてもいいわよ。え？ここにいた。探したのよ、桃井くん。え、立花さんに忍ぶ？もう、肝心な時にいないんだから。そうだ、ちょうどよかったじゃない。誰を誘うかここで決めたら？決めるって何を？桃井くんがこの3人の中から誰か1人をデートに誘ってくれるんですって。ちょっと真由美先生、変なこと言わないでくださいよ。真由美先生まで。ずいぶん守備範囲が広いのね、桃井くん。こらこら、
それって私がおばさんだって意味？まさか私を置いて遊びに行ったりしないわよね。ちょっとみんな落ち着いて。桃井くんが誰と一緒に行きたいかを言えば丸く収まるわよ。そんなこと言われても、そうだ、これあげるから立花さんと忍の2人で行ってよ。またそういう優柔不断なことを言う。男ならはっきりしなさい。逃げるなんて男らしくないわよ。おーい、試験官まだたくさん残ってるわよ。誰か代わってくれ。
毎度おなじみ、都のワトソンくん適性診断よ。さーて、今回は一体どんな結果になるのかしら。それじゃあ早速評価を開始しましょうか。まずは決断力の評価よ。やるじゃない。この調子ならなかなか期待が持てそうね。次は判断力の評価よ。うん、上出来よ。この分だとかなり期待が持てそうね。次は最終評価、ワトソンくん適正評価よ。あなたはとても有能な助手だわ。でもこれで満足ってわけじゃないから安心しないでね。一応あなたなりのベストエンドにはたどり着いたみたいね。あなたは決断力に若干難がありそうね。でも決断力の向上はそう難しいことじゃないわ。うだうだせずにすっぱり答えを出せばいいだけ。今後の将来性に期待しておくわ。まあ何はともあれ、また会えることを期待して待ってるわ。それじゃあまたね、バイバイ。Thank you.